井上隆史や、6月7日にドネアと再選決定。前回以上の内容で勝つと約束する世界ボクシング協会、WBA バンタム級スーパー王者で、国際ボクシング連盟、IBF 王者の井上隆史や、大橋が、6月7日に埼玉スーパーアリーナで、世界ボクシング評議会、WBC 同級王者のノニトドネア、フィリピンと再オノ,ノすることが30日。 発表された3団体王座統一戦となる両者は2019年11月にワールドボクシングスーパーシリーズ WBSS の同級決勝で対戦。井上が激闘の末3-0の判定で勝利し優勝を飾った。井上は都内で記者会見し前回以上の内容で勝つことを約束する13ラウンド目からの戦いと覚悟を決めて挑むと語った。 ドネア破壊場で紹介されたインタビュー映像で井上が何を出しても全てに対応してみせると自信を見せた。